個人的に大島亮太は森田、田中を遠藤航と並ぶレベルのボランチだと思うんですが、亮さん、大島亮太の特徴をどう捉えてますか？僕もそう思いますけれども、まあ、怪我だけですよね、本当に。だって日本の中心として君臨しててもおかしくない才能というか、そのぐらいの選手ですもんね。この人なんで5大リーグでプレーしないのって選手いますか？まあ、怪我が理由だから分かってるけど、大島に関しては普通にもう世界に名を残せるレベルの技術ですね。普通に見てて、ヨーロッパでもこんな上手い選手いるっていうふうに思うようなプレーが多いですよね。あと、大島はすごいですよ、プレー見てたら、本当に。そう、大島復帰みたいですね。っていうか、川崎がもう優勝決まりそうなんでしょ？なんだかんだ言って、まあ結局川崎ですね。I'm